はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、ももすきです。まず皆さんにお詫びがございます。今週末1月21日開催の UHF CB オンエアミーティングの告知をさせていただくんですが、僕事前にですね、 Twitter とあと YouTube の投稿欄で、今回は九州エリアからだけではなく関東エリアからもキーワードを発して、まあ両方からね、キーワードをこう東と西に回しますよというお話をねさせていただいたんですが、そちらの方今回取りやめになりました。九州からのみまたキーワードが出ますので、まずそこね、間違いないでください。関東エリアからキーワードが出るというのは今回中止になりましたので、まずそちらの方をお知らせ、お詫びとお知らせをさせていただいて、改めて第62回 UHF CB オンエアミーティングの案内をしたいと思います。はい、ということで第62回 UHF CB オンエアミーティングが今週末1月21日開催となります。毎回言っていますが、このイベントはこの第3日曜日の朝9時から午後15時の間で、みんなで特定省電力トランシーバーを一斉に運用して特省での更新をたくさんしようよという企画でございます。はい、ぜひですね、特省を持って、この21日日曜日にね運用して、CQ 出してください。あの特定省電力トランシーバーでの CQ っていうのをどこで出すのっていう質問たまにあるんですが、特省のアルインコの表示でいうとこのメジャー3チャンネル、ここがですね、なんかまあ呼び出しチャンネルではないんだけど、まあみんながなんかなんとなく CQ 出すチャンネルみたいにね慣習化してますので、特徴レジャー3チャンネルで声を出していただけるといいかなと思います。 アイコムさんの表示だと14チャンネルになります。で、まあ、ただですね、関東エリアとか関西エリア、まあ、あと東海とかはね結構運用局で混み合ったりすると思うんで、僕なんかは、まあ、レジャー3チャンネルで相手を見つけたら、まあ、前後のチャンネルですね、まあ、レジャー1、2、あと4、5、6このあたりにね、まあ、移動して、更新もね続けるというような、まあ、感じでやってますので、まあ、レジャー3チャンネルね、呼び出しチャンネルってわけではないので強制では全くないんですけども、まあ、うまいこと譲り合ってね、まあ、そんな感じで、更新をしていただければと思います。はい、そしてですね、まあ、みんなで更新するのが趣旨なんですが、イベント盛り上げよう、そして情報交換をねしようということで、ロールコール形式のチェックインタイムの方も設けております。関東エリアでは山岳ロールコールで、東海エリアでは僕らでやる UHF CB オンエアミーティング、瀬戸内エリアでは広島湾特省ロールコール、そして九州では UHF CB オンエアミーティング in 九州がそれぞれキー局を設けてチェックインを受け付けておりますので、僕のねツイッターなんかで各エリアの、イベントのね告知、リツイートしますんでね、そちらの方で時間チェックしていただいて、ぜひ各エリアのねロールコール形式のチェックインタイムの方にも参加していただければと思います。そして今回も九州エリアのキー局からはキーワードが発せられます。今回の九州の UHF CB オンエアミーティングのキー局は熊本にね、移住している岩手ブラボー73局ということで、 B7 さんからキーワード出ますので、今回はね、キーワードの発出地が熊本なんで、まず九州から出るってこと課題だと思います。前回は北九州からだったんですぐにね瀬戸内の方に抜けられたと思いますけど、まずは九州の中で熊本から瀬戸内方向につないでいただいて、そこから瀬戸内を通って東日本を目指していくというような感じになりますので、ちょっと難易度上がってるんじゃないでしょうか。はい、ぜひ九州エリアの各局でつないでいただいて、また前回同様瀬戸内エリア、関西エリア、東海エリアの局もねつないでいただいて、今回もね関東まで行けるといいですね。あと関東から北上っていうのもね、どこまで行けるのか、チャレンジしたいですよね。はい、そして桃介の住んでいる東海エリアの UHF CB オンエアミーティングについては、キー局愛知 HZ76 ゼブラーマンで、愛知県西尾市の三金さんより
午前11時からレジャー5チャンネルでチェックイン受付を行います。この辺の詳細については説明欄に貼ってあるリンク確認していただいて、11時からレジャー5チャンネルに合わせて愛知 HZ76 局との更新を試みていただければと思います。はい、まあ、三ヶ根山ね、321メートルだったかな、そんなに高くない山なんですが、海沿いに、まあ、比較的濃尾平野に近いところにある山で、まあ、周りがねこう開けてるんですよね。独立峰みたいな感じになってるので、高さが300メートルちょっとっていう割には結構ね周りから、電波を拾いやすい山になっていますので、まあ結構広くね、三重県からも岐阜県からも愛知県からも、そして東方向静岡県の西部からもね狙っていただけるような山じゃないかなって思いますんで、ぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、天気どうなんだろう、ちょっと今週末の天気まだチェックしてないんですが、ちょっと気温上がるような予報だったんじゃないかな、そんなに寒くないんじゃないかなっていう気もしておりますので、まあとはいえ真冬ですのでね、1年の中で一番寒いであろう時期ではありますので、はい、防寒対策しっかりしていただいて特徴を運用してください。はい、ぜひぜひ、僕のこの動画のコメント欄の方に、こんな移動運用する予定ですよみたいな告知もね書いていただければと思いますし、皆さんのツイッターではハッシュタグユーミー、アルファベットのユーにカタカナのミに伸ばすユーミー、ハッシュタグユーミーでね移動告知していただいたり、当日のね、情報、とかあと移動運用した結果なんかねツイートしていただくと、僕あのハッシュタグユーミーでね投稿されているものは結構チェックしてますんで、ぜひ皆さんもそのハッシュタグで投稿していただいて、情報共有していただければと思います。この動画が良かった、役に立ったという方は高評価ボタンを押していただけるとモモスケの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。 X やってます、説明欄のリンクから、あ、さっき Twitter って言ったね、 X チェックしてフォローしてください。以上、モモスケでした。バイバイ。